My tooth. My tooth. My tooth. Ish. モフさんとおじやんのゲーム実況始まるよ。今回は12初見実況知らぬ日熊本県探索から伊予を探せデモフル天外魔境アイアイアイ NFIDA PS2 FARESTOFEDN アイアイアイ RETR をレトロゲームになります。あ、オッケー、よし、うぅ、ういういモフおじです。スーパー CD ロムロム、セガサターンが世代です。プレステを本格的にやり始めたのは PS2 からです。64は未経験なのでどこかでやりたい。うん、まあ、ファミコンとスー、あれですね、スーファミとか PC エンジンもやってますけど、はい。まあ、その辺はやってるってのもわかると思うんで、まあ大丈夫です。あ、では始めましょう。コアモモスさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。天外魔境3涙やっていきます。久々ですね。前回は俺様ラストですよね。俺様ラスト、長崎の俺様ラスト、で、マントを倒して、猫ですね。猫は仲間になったんですね。ミオちゃんでしたっけ？ミオちゃんが仲間になって、今、あ、ミアか。ミアちゃんが仲間になって今連れてるって感じですよね。で、その後に、最速場行って、まあそこでもマント出てくるんですけどね。マント、最後のマント倒して、で、その後に、あれも倒すって感じですね。イダテンかな？イダテンも倒すって感じですね。イダテンは一戦で終わりましたね。で、もう悪さしないよみたいな感じになりましたね。まさか、離脱するっていう、ね。はい。戦線離脱するっていう流れになりました。で、その、イダテンのところでは、最速上では、3問問題が出て、まあ、クイズだったり、ですね、ミニゲームだったり、みたいな感じでしたね。まあ、一応そんな感じでした、最速上。で、終わった後に、長崎町に戻って、ホテイマルと合流したんかな。ホテイマルと合流して、ホテイマルの船で、今、知らぬいに来てる状態ですね。で、知らぬいに来て、天草四郎ですね。まあ、四郎ってのを探して、カタカナの四郎ってのを探してて、まあ、実際あった天草四郎でしたね。有名な天草四郎。一応そんな感じですね。で、今日は、その知らぬいを探索するところからですね。あれこれ出口どこだちょっと待って、これ出口どこだよこれですか？いや、こっちか。今、宿屋にいるとこっすよね。うん。じゃあ、外出てみましょう。この BGM で続いてる感じですかね。暗いんですよ。あ、この BGM だった。なるほどね。クリアしないとやっぱ例の BGM 読み取らないっす。いや、しかも常時雷なんだってことは装備してないとダメっすね、雷。いや、遠くからリンが持ってんのか。ちょっと大丈夫か。一人持ってればいいの。地図見ないとどこ行けばいいかわかんないっすね。どういう感じ行こっか。こうぐるって回って、こっちの方行ってみましょう。また目標としては2つぐらい地域をクリアしてまた別のゲームに戻るっていう感じですか。あ、早速ありました。で、予定ではそんな感じですね。まあ、まだまだこっちも長いんでね。
よく言うな。体力がちょっとでも減るとすぐにチュルッと回復させるやつ。常に満タンじゃないと安心できない。でもそんなことじゃダメだ。男なら常に、レッドゲージ。生きるか死ぬかギリギリのスリルを楽しむべきなのさ。で、どうしようもなくなったらこれを使って一気に回復すると。天草。うわぁ、なんでしょう。回復ですよね。天草は仲間一人の体力を大回復する。なるほどね。これさえあれば困るものなしだ。ヘロヘロの体力が一気にビュワーッと回復するときの気持ちよさったらないぜ。もう一度試してみよう。殴られてギリギリになって一気にビュワーだ。うわぁ、大回復出てきましたね。とりあえず涙にセットはしとくかじゃあ。どこにあった？これか。うわ、50だよ。いや、もうだんだん徐々にしんどくなってきてますね、上限が。いや、50はだるいっすよね。どんだけ回復させんだよってぐらいですよ。さあ、8匹。見たことあるような気もしますね。ほい。ミアがね、とにかく弱いんで、ね。猫パンチは覚えてた気がする。弱いけど、強くしていかないといけないっすね。あの、一応、いないですからね。救出できればいいんですけどね、すんなり。少なくとも、ボスを倒すまでは救出できないと思う。あ、今、あれか。6世ぐらいしかねえのか。そうっすよね。武器変えてもいいかな、進行ですから。落雷回復すんだな、こいつ。いやー、鬱陶しいっすね。ふぃー、ふぃー、ふぃー、ふぃー。いやー、100とか食らうのかよ、あれ。普通に痛いっすね、通常攻撃が。こんだけできるの、1匹につき100ずつ減ってるって、マジ地獄だな。いやー、しんどい。ちょっと待って、しんどい。回復しないとダメじゃねえかよ、ちょっと待って。ふい、ふい、ふい、ふい。で、回避しないとまずいんで。ふい。つかんじゃねえよ。ふいふい。まあちょっとね、技を使いながらやってるんで、結構、のんびりペースになると思うんですよ。ただこれやっていかないと、全然強くならない。でも配信外でやれよって言った。いや、すいません。他のゲームをやってんです。全然そっちまで追いついてないです、ね。クイック、あれです、もうできないですからね、PS2 とか。だったらもう配信内でいいかなっていう感じになってます、ね。一周回ったんで、こっちの方行って、
ここおそらくなんかダンジョンがありそうですね。で、町があってくれていいんですよ。スマホ城はあると思うんですけど。あ、カマチ。死亡図を一撃タダにしましょう。全然あっこで鍛えられない。これかな、波及もで、解放して、あとはなんだ、ミノを釣ってみてみましょうか。ああ、落ちてもうちょいですね。もうちょいだ。そう覚えても全部なくなっちゃうんですね。一足、死亡図もうちょいですね、じゃあ。うん。やっちゃいたいとこです。こっちはまだまだですけど。ポパンチ、おまじない。東が熊本町で南が天草村。いよりあんじゃね、ほらった。水ってのは偉いんだぞ。みんな水がないで生きていけないんだ。水ってのはすごいんだと、ポタポタと落ちた水滴がやがて岩には穴が開けた。あっつったって水の上位バージョンですかね、これ。この水の力を自由自在に操るのはこの術なんです。さあ、受け取れ。そうですね。来たね。涙、劣水の脇物手に入れた。劣水の術は、中範囲の敵に水のダメージ。燃えてる敵や機械とかに有効だぞ。オッケー。涙は、感じでしたっけ。烈風持ってんすよね。烈風覚えてからでいいっすよね。こうやって今つけて、ここか。ここにつけるか、じゃあ。いやー、もう、いっぱい覚えないといけないんで、こっちは大変なんですけどね。よいしょ。一応2回離す。たまに雑談してくれる。ドゥーン、ドゥーン。ここは山でしょ。わあ、ちょっとやばそうなの出てきました。出てきたね。買うか、これ。
で使ったら、もう、一気にいけます。狙いよさなの涙いねな涙ないお返ししたほうがいい。うわぁ、力を上げてきやがった。うぜぇ。いやぁ、これやばいっすよ。いくつくらいの ?100 か。ああ、よかった。356。うわぁ、やべやべやべ。いやぁ、強いっすね。強いわ。いやー、気絶してんじゃん、もう。余ったを、なんだ。しっかりするにゃ。馬は骨なんですかね。骨っぽい感じします。いや、こっちと倒した方がいいわけですね。よし。よしよし。OK。やばい、そっちやめて。いや、2回攻撃しんどいんですけど。2回かっけえな、こいつ。そうそう、全体範囲の回復とか欲しいですね。あと、大回復。あ、全員に回復魔法を覚えられるんで、もしかしたら覚えないかもしれないですね。本作に関しては。全員に魔境を覚えられる。おっと、これは通れないか。一応ちょっと名前だけ見ておきましょうか。雷鉄眼。あ、通れないです。ああ、しかもこれ式なんだ。ってことは、今回これを壊すことができたら、今まであったとこに行けるようになるんか。涙大丈夫か。最初の地域とかもこれ結構あるんですよ。珍妙な岩じゃ、イカズ強が浴びておる。これじゃ触れることもできる。では、こいつを何とかせよ、逃げの城へ攻め込むことができる。あ、この奥にあるんだ。おい、石、あの岩をぶったたいてみるにゃ。ぬっ。よし、任せとけ。絶対無理だろ。はは、おりゃーはは、吹っ飛んだ。あ、いたと。力任せじゃダメとんから、違う方法探すとんからりん。じゃあ、とりあえず熊本城行きましょうか。この辺にあるはずなんです。
ゲインゲージ溜まった。基本的には涙を使ってあげて、ボスとか引き続きスキル、まあですね、熟練のターンですね。やべえ、ちょっと、ミアが死にそうなんだけど。やべえ、死ぬ死ぬ。いやいや、ちょっと待って、死ぬって普通に。危ねえちょっと、いや、大丈夫かな、耐えるかな。やべえ。よし、耐えた。いや、もう涙で使うか、怖すぎる。甘さを、いや。しっかりしろ。モフオジです。スイッチのサブスクは全てのアーカイブが見れます。YouTube のメンバーは先方でスイッチとほぼ同様のアーカイブが視聴できます。にゃー。ぜひよろしくね。にゃー。いやー、マジでミアが持たねえんですけど。いいでしょ。オープン買ったけど、ちょっとまともになるんですかね、これ。よし、覚えた。オッケー。石坊主か。じゃあ、新しいの覚えたね。一発板金。一発とあれですね、連携する感じなんですか。買っちゃいましょうか。やったぜ。カットパンキン。さっきのよりもらえる感じだったらいいですけど、せよ。この仕事ですね。あれちょっと必殺技だよ。いや、奥義じゃねえかよ、まさかの。量ダッシュ。敵全員から一気に効果で巻き上げる。いらねえ。いや、いらないっすね、これ。一回だけ使いましょうか、じゃあ。熊本城、どこにあった？この辺だと思うんだけどな。あった、ありました。じゃあちょっとあれっすね、その復活板金を使ってみましうわー、少な。いや、いらねえ。マジいらねえ。これ、ダメージすら与えねえのかよ。いやー、まさかの130しか盗めなかった。1000以上だったら使えるんですけどね。いやー、仲間呼ぶんじゃねえ、この野郎。
痛いよ。人に高すぎだよあいつ。左のやったり倒すとき。いや、うえ。うえな。三冠本位。覚えないっす。牛坊主はしばらく外すか。で、装備も変えちゃっていいっすよ。こういうのがないんで、これに戻して、体力を本からリンク変える。これでいいか。よし。まあ、さすがに物件に関しては、牛坊主じゃないときついっすけど、ね、体力問題。滅んでますね。家壊れてないか心配っすね、熊本町。怖く回してる。突然空が真っ暗になってあちこちで雷が降ってくるようになったんだ。きっと天の神様がお怒りになったね、アークアブラ。大丈夫です。2匹です。やって。俺の娘、南にある八代村に住んでるんだ。でもこの暗闇じゃ言うと、熊川は越えられねえな。熊川ってところを越えないといけない。防御やす。万能薬売ってるんだ。なるほどね。どう違う？あ、味方全体なんだ。なるほどね。はいはい。まあ、今はいらねえかな。うん、いや、違う。羽衣も覚えねえのか、このゲームは。しかし。いやー、もずっとあれですよ。風の極って言ってますもんね。
タメトモ様って知ってるこの国の英雄なんだよ。偉大の弓の名手で、しかもハンサムで。タメトモ様さえいれば魔物の城なんて罪に移せるわ。でもあの人は今、これ実在するんですかね、タメトモ様。頼朝とは違います。こんなとこに行っちゃったの。北側ですかね。雷怖くね、嘘を取られるのが嫌なんだけど。うちの子かわいそうにこの暗闇と雷すっかり怯えちまってる。この国を襲った災いは知らぬ姫の呪いだって噂してる人もいる。まあ無理もない。モフ王子です。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。お、来た。スケベだ。重要そうに流れんね、美人。スケベな本じゃねえか、たくん。しかもあれっすね、これ2個目じゃねえの、ゲットした。前も1個取った気がしますけど、前はいかがわしい本でした。どっちも一緒だと思いますけど。宝物にあったよね。宝物にあるわ。一応には見せられない。人には言えない気分になった。一応見せたら怒られそうですね。涙何してんの？レンコンってのは昔から見通しが良くなるってことで縁起物として食べられてたんだ。でも、からしれんこんは、その穴を、からしで塞いで、見通しを悪くしてる縁起悪い。で、うわー、ちょっと待って、あんじゃん！うわー、あったよ、6000！ いや、これ買ってあげましょうか。武器弱いんで。買ってあげましょう。歌舞伎の羽子板。ちなみに見た目は？なるほどね。こういう系はあれですね。装備してくるんですね。じゃあこれ買って、あとはとりあえずいっかな。ああ、そんな攻撃力アップなんてある。いやー、これいいっすね。これいいなぁ。いくら買うか。2000ですね。できれば涙に装備させたいっすね。もうすごいそこいらないっすね。あ、リンに乗ってる。ドンからリンにすごいっすね。ドンからリン。ドンからリン。ドンからリン。からリン。あ、すごいっすね。雷属性の威力が上がる。な、こんなのもあんのか。これ気になるけどね。呪われてそうで怖いっすね。こんなもんでいっか。よし。こっちか、悲しい。あった。あったね。一応ね、イラストしっかり作られてるんで、全部見ていきたいですね。やる気が出るってどういう効果だよ。いやー、広いねー。これもあれか、楽市楽座があるエリアするな。あっちなんて。やっぱ入れますね。入れれば。私ずっとタメトモ様に恋してるんです。死んだって噂もあるけど、あの人は生きています。でもあの人には知らぬ姫という恋人がいて詳しいけど、二人お似合いだったから。知らない姫も死んじゃったって話ですね。タメ殿様と知らない姫の話は、お城の殿様が直接聞くといいわ。もう全部終わったことだし。どっちも生きてないってことか。
タミコさん、いつもタメトモ様の話ばっかり、俺の気持ちなんて気づいてもくれないんだ。かわいそう。完全なる浮気じゃない。ここは入れねえか。あ、キアの。クワバラ、クワバラって言葉はもともと雷よけの呪文だったんだよ。そうなんだ。クワバラには雷が落ちにくいからこういうのさ。ああ、クワバラか。あの漢字のクワバラと繋がってんな。悠々白書のクワバラさん。また自由がありますね。特にいらないっすかね。特にいらねえな。うん、いらないっすね。非常事態だ。城攻めに備えろ。もうすぐ戦争が始まる。自由がまだ全然ないってことは、あれっすね。仮面のあの女の子は仲間にならないんです。なんでしたっけ、綱手じゃないっす。そんなような名前です。いらっしゃいませ。どうぞゆっくりご覧ください。あ、ここ防御屋か。上がるやつは、これか。これ誰が装備すんだ新しい仲間いるってことか。いやーこれすごい上がりますね。涙に買ってあげるかじゃん。今日装備駅のあれっすかね。涙していないんだ。あ、ここ行けるな。あの、下がるのか。もうじき城主様の命令が出ると、軍備を備え、北西の城に攻め込むんだ。ああ、城って言ってんのはあれっすね。二義の城か。カノビジョンを使っている名水を一杯100両。あ、売ってるんですね、普通に。最低にもいいんじゃないか。一個しか売ってないんです。魔王町ようこそって、あんた、よくここまで歩いてこいぞ。外は真っ暗で、しかも雷が落ちまくりない。いや、勇気あるやつっているんだ。あ、外か。こう暗いと俺がかっこいいかかっこ悪いかも分からねえ。プレイボーイ。まあこういう時だから顔より言葉で落としやすいんだよな。本当は媚薬の香水のおかげって聞かなかったりし、香水に頼ってんじゃないか、媚薬に。北東行くと菊池田に、さらにその先にこの国一番の宝を祀った八幡の社がある。でもまあ今じゃ雷が危なくてそんなとこまで行けねえけど。小さい島だけど結構いろいろありそうっすね。あのさ、北西にでっけえ城が建ったんだ。すげえ不気味な感じの魔物の城だ。魔王城の殿様は今あの城へ攻め込むための兵を整えてるって話だけど心配だ。いくら兵を整えても攻め込むなんて無理よ。北西への道は大きな岩で塞がれてる。近づこうとするとどんなものでも跳ね返す不思議な岩よ。あれを何とかしないとダメ。
タメトモさんはそれはそれは強いボケで渡しちゃった。弓張り月という名の、今日弓を持っておった。その一撃は巨大な矢も砕いた。あ、これだ。これが必要なんだ。あの方ならこの知らぬ意を救えるはず。タメトモさんはあまりにも強すぎたんで、それはあの方の特攻の始まりだった。この強さは敵だけではなく味方からも恐れられ、避けられるようになった。いや、すごいっすね。弓で、あれですね、岩を壊すって流れになってますね。おじいちゃんもおばあちゃんもずっとタメトモさんのことを話してるけど、でもタメトモさんってもう死んじゃったでしょ。死人がどうやってこの国を救うのさ。だって、ワンピースのドルでさえ、剣でやったの。剣で。やっと弓で、砕いちゃうんですよ。太陽が見えなくて、この熊村の希望の光も奪われしまってきるんですよ。所詮、人間はままによって淘汰される存在だったのかもしれない。もっと、なんかいますね、誰か。これは、つぐみ通りだ。つぐみなのこれ。これ石になってるってこと？この石と知り合い、トンカラリン？うん。硬そうな女じゃん。いや、そうではなくてな。事情があるのかな？この娘さん、お前たちの知り合いか。かわいそうにな。突然起きてきた。雷に打たれてこんな風になっちゃう。雷に打たれて石になったってこと？呪いだ、石にされちまうなんて。これじゃどんな薬も効きやしねえよ。黄金地区の霊薬でもあれは別だ。ああ、これをどうにかしろってことね。竹積村の黄金地区か。本当にそんなものがあればな。黄金の竹なんて誰も見たもんな、俺は。所詮おとぎ話。行ってみるしかないですよ。いや、普通にこんなとこにつぐみがいるとは思わなかった。ね、竹積村か。竹積村はこっからずっと南、あ、南ですね。ね、竹積村に行くにはまず熊川を越えなきゃなんねえぞ。今はこの暗闇だから、お城の兵士が息を禁じてるはずだ。人助けのためとか、よほどの事情がない限りは通してもらえない。人助けの。で、許可をもらえばいいんですね。竹積村の演じ黄金に輝く竹があってな、それがすごい、ね、役になるという話。じゃあ黄金の竹なんて見たものは俺は、所詮おとぎ話だと思って。ああ、ナミさん、あんたの顔あるわ。おっと、来た。涙通信、大人気。一個しかないですね。天草村の白さん救出。いいっすね。この BGM が、点がなきゃゼロっぽくていいっす。いや、でもあれっすね。BGM 書いてる人違いましたね。3。3だけ別の人でしたね。クラシックの人なのかな？ちょっとよくわかんないですけど。ダザイフの雷除けのお守りさえあれば、この雷の被害を避けられるはず。でも買いに行くの雷除けが必要だ。ああ、どうしていいんだ。まあ、もともとあれですね。前のとこでもなかったら無理でしたけど。一応思ったら最悪でしたね。細工か。細工はいらないかな。今とかいらないかな。今日も僕は細工屋に通うんです。でもいい水がなくて、どれか水飲むんです。名水100で売ってましたけどね。お兄たちの字、情報は古いんだよ。タメトモ様は鬼ヶ島の鬼に殺されたんだよ。鬼一番って名前のでっかい赤鬼に負けたんだ。そんなの子供だって知ってる女性。近くに、あれですか、鬼ヶ島あるんですかね。
黒を追い太陽を隠してる雷雲は北西にある不気味なお城から生まれてるわ。あのお城さえなくなればいいのよ。タメトンさんは戻ってくればきっと大丈夫よ。噂によるとタメトンさんは遥か彼方にある鬼ヶ島に渡ったらしいわ。鬼ヶ島って鬼ばかりが住む城なんかして、そんな場所に行って何をしてる？ああ、別のところにあるのか。正直、ことになるのは確定してません。鍵みたいなのもらったもんね。竹積村には熊川を越えないといけないわ。この暗闇と雷じゃ行くのは危険すぎるわ。あの村変な奴らが多くてね、何を喋ってんのか全然わからない。暗いぞ、暗いぞ、音も暗いわ、お兄ちゃんの顔も暗い。お兄ちゃん一体どうしたの？お腹すいたの？元気出して。何を言ってんの？南にある滝つみらず、神聖な地、竹林があってね、その中に一本だけ黄金の竹があるらしいんだ。黄金地区の雫にあらゆる呪いを打ち消す力があるとは、まあ噂だけど。万能薬で治んないんですかね、あの次。FF だったら治るっすけど、ね、万能薬。あと行ってねえのどこですかね、この辺か。開けない空、癒しの雷、この国の一大事じゃ。あ、こんな時にタメトンさんがいてくれたら、こんな暗い場所で食っていてもちっともうまくないよ。高いねえ、これ。あっ、ええな。すべての能力あった。なるほど。ここは城っすかね。この先は熊野城で、城主の清正様は何かに悩んでるね、ご様子と。まあ、無理もないか、この暗闇に雷、そして知らぬ姫の矢部、口が滑った。帰れ、帰れ。どこの魔法にともわからんやつを城内に入れるわけないか。怪しい奴は決して城内に入れないと上司様が固く命じられておる。入れないのか。ちょっと待って。許可をもらわなきゃいけないのに、まさかの入れねえぞ。あれどうすりゃいいんだ、これじゃ。今回も行く場所があんのかな。帰りな。まさかの怒られたんですけど。楽市楽座っすか。これ楽市楽座だよ。でもこんなに暗くちゃ商売にならないから店を頼んでる。なるほどね。ああ、今開いてないんだ。変わってないと思う。うん、そうです。これ以上人はいないですね。あとはじゃあ旅館とこっちは出口か。で、旅館やっていきましょうか。これで最後です。街はどうしてもね、広いんでね、長くなっちゃいます。最近トントンうまくいかねえよ。コンピラ町を出てこの街に来たのはいいが、もうそろそろ引退かねえ。と、今の話に何口どうせ。これがコンピラ町の出会って言うんじゃないですか。なんかあるんですかね、コンピラ町。宿の外にある美人の石像みたいな。死んじゃえねえけど、あれは人が石化したそうだった。雷落ちて一瞬にして石になったらしいぜ。こういう話だね。クワバラクワバラ。人が石になるなんて普通の雷じゃないね。きっと魔物の呪いさ。竹積村の霊薬使いになろうかも。いや、迷信だけで。いけないんだよ。城の中入れねえから。私、幸子って言うんだけど、私と同じ名前の食べ物があるらしい。
確かレンコンを使った食べ物なんです。すごく気になるわ。自分でも探してみるけど、もし見つけたら買ってきてみる。サチコ。いや、からしでしたけどね。いや、もしかしてあのからしの読み方が違うけど似てるからって言ってんすか。買ってくるかじゃ、レンコン。見上げやすよね。サチコレンコンとはとても思えないですから。モフおじです。窓を開けるとモフさんが警備してくれるので、うちは安全ですね。これっすよね。いや、全然違うんですよ、感じが。クリアできるんならお安いご用ですけど、さあどうでしょう。あら、こんにちは。私の名前のためを探してるの、なかなか見つからない。見つかったよ。わあ、どうもありがとう。これね、サチコレンコ。本当は私の名前と同じ名前の食べ物があるんで。ああ、そうそう、食べ物といえば、やっぱ合ってるわ。競売所で食べ物、競売かける人がいるんです。勘違いしてますね。食べ物なんか時間が経てば経つほど味が落ちるだけなんですね。これだけ？あら、一本足りない。何を言ってんだ。これ持っといた方がいいんですか？ええ、私の服をおかしいところある。今度のデートの時何を着ていこうかしら。ちゃんと予行演習しなくちゃ。ずっと朝来ないから、いつ起きていつ寝たらいいかわからねえ。おかげでずっと寝不足だよ、ふわ。いや、一本足りねえな。すげえ気になんな。これ、すぐ買ってこいって言ってんすか。まあいいや、とりあえず。これで、スローブにして、いや、だっけ？いや、しかも正直に全部持ってかれたわ。いや、ついに100回は倍になってんじゃねえけど。タンからリン。つぐみ、いくら意志が硬いからって、硬い意志になることない、タンからリン。言ってんのお前は。どう言えたかもしれない。涙、一心されたつぐみ殿は何としても助けなければならんぞ。この会話は変わる見越しで、あそこの宿屋の前に設置したんでしょう。記事も泣かずば打たれまい、つぐみも逆らずば石にされまいには。ちなみにここで言う、つぐみはすずめめ、めひたきか、つぐみ、赤の鳥にゃ。何を言って。でもあくまで雑談が多いですよね、こういう場所は。まあ、次どこ行くかっていうの結構教えてくれるんですね。一回とりあえず、じゃあ行ってみて、その、通れないとこを確かめた方がいいのかもしれないですね。そしたらもしかしたらフラグが立つ可能性があるんで。まずは行ってみましょうか。
ポーカリン、あ、じゃあポーカリン何を使えばいいんですか。フラッシュとこの辺か。あ、じゃあ動いた。オッケー。ピー。トンカーン。トンカーン。よし。ミアは浸水以外を使えば、ポーカラリンに関しては土器投げ以外だったら何でもいいのか。今的に超音波の良さそうですね。西がウト村、つまりウト村なんて言ってないですね。南熊川。にゃ。上の看板には書いてませんでした、ね。超音波。でもあれ攻撃系メインでいいんですけどね、まだ4体上系が多いですよね。人力いらねえ。いや、痛えな。
工具を買ってもあんだけ食らいますからね。猫が猫だまし。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。あんかなだ、残ったこの野郎。倒れろ。あ、倒れた。僕が一番です、タンカルリン。いやー、かわいいな、トンカルリン。マジでかわいいっす。癒しっすね。マジで。日頃のストレスを癒してくれます。このクソ演歌のストレス。いや、レッグでいいっすからね。なんかダメージ通りそうな気がする。全体だし。ちょっとゲージ溜まってるんで必殺は使いますけど。いやー、あれで倒せねえのかよ、この馬。強いっすね、やっぱり。道が全然わかんない。あ、ここにありそうですね、村が。天草四郎はもう出てこないんですかね。最初だけ？まさかね。あんな超イメージ。リップでいきましょうか。うん、強いね。
いや、もう3体も出てくんじゃねえよ。どうしましょうか、ガフらしていきましょうか。よし、覚えた。オッケー。では次は砂か。30は行ってないときついでしょうね、この人のやつは。オッケーオッケー、ナイス。いや、新しいの覚えないっすね。いやー、眠いか、うざいっすね。いや、来たね、気合。よし、あと1体。いいね。あれ？回避率が徐々に高くなってんのかな？あれか、ああ。あ、炭がかかってんだ。なるほどね。あの、砂だ。これっすね。砂が、あ、炭か。いや、さすがこれついたし。よいしょ、OK。 これ港ですかね。
宇都村。市内道具屋と見上げた。じゃあ道具屋かな。特に欲しいのはない。モフオジです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。猫を買っとくか。一本足りないってさ。あれかな、漢字のことを言ってんのか。漢字が一本足りないって言ってんのか。こういうことっすよね。ここは宇都村、美しい干潟の村だ。でも今は昼間でも真っ暗、一体何だっていうの。雷声、雨でも降るの。傘、傘さないと。雨は降ってるような感じ見えないんですよ。雷だけっすよ。うちの子ったらこんな暗闇の中遊びに行こうとするんだよ。危ないからやめなさいって言っても聞いちゃいないんだから。毎日、もう、何日も家の中にいるなんてもう問題だよ。早く外に出て相撲したいな。サンちゃんだってきっと同じだよ。天気悪いのになんで上半身裸なんで。これ神社っすか。この神社の近くに割れた大岩があっただろう。あれは昔、ためともと呼ばれると武者が号泣を引き絞り、矢を放すと、雷鳴のような音ともに真っ二つに割れたと伝説にある。このためともなるもの数字は知らないし、昔の話。あれじゃあ、やっぱ鬼ヶ島に行くって流れになるのかな。ためともがいないと、どうにもならないですよ。ねじれた矢。それが必要ってこと？ああ、これだ。軸はねじれてるよ。弓と矢がセットで必要ってことですかね。まあ、まさにこれですけど。しめ縄が巻かれた巨大な矢がある。で、中央で真っ二つに割れている。亀友様がやったってことですよね。神社の西にある大弓とか真っ二つに割れてるだろ。あれは昔凄腕の武者が割っちまったって話さ。すげえ話だけど本当かな。だってあんな矢どうやって割る。これもしかして鬼ヶ島に行けるんですかね。港がありますけど。これ矢でやか。どうしよう。俺わざわざ干潟を見にこの村まで来たんだぜ。それなのにこのくらいいつになったら晴れるんだ。こうなったらいじめも美しい干潟を見るまで帰らねえぞ。機械はからくりのままです。水系の術が効果的だと試した。うん、了解。機械とからくりね。ってことはさっき終えた劣水が結構役に立つかもしれないですね。ここなんでミアは劣水をで頑張ってもらいましょう。武器を。ああ、新しい矢がありますね。誰が装備できるのかわかんないっすもん。わあ、だって強えじゃん、これ。い
や、まさかの上、いやー、でも金がねえわ。残念。この道を下ると海に出ます。自慢の干潟もこの天気じゃねえ。そっか、まず船も出てないですよね、この天気じゃ。ホテイマルの船しか出せないって話よ。ホテイマルがなんとか鬼ヶ島まで連れてってくれればいいんですけどね。こう毎日暗くちゃ気分まで見入っちまうよね。まあ子供は元気だね。ねえ、お天様どこに行っちゃったの？早く帰ってくれないかな。僕、高坊と遊ぶ約束が、あの裸だったやつが。出口ですね。で、あと海岸行きましょう。この村の男衆は子供から爺様まで相撲好きなんじゃが、こんなにひどい暗闇じゃ相撲どころじゃないわ。海ですね。あ、船すらない、ね。なし。あ、これが相撲だ。ちゃんと用意されてるんですね。やっぱあれですかね、この雷問題が解決したらそこで相撲をやれるんですかね。じゃあ次は川ですね。川行きましょう。楽でいいっすね。あった。こんなとこあったよ。いやー、こういうとこ見逃しますよね。ありそうな感じじゃねえもん。雷初めて見たやつはきっと天の神様が怒ってると思っただろうな。光って光ってドドンとしてあたり一面真っ黒焦げさ。人間が武器なんかを生み出す、ずっと以前から自然からこんなすげえもん。もしかしてこれ雷ですかね、ついに。まさに最初にして最強の武器だ。うわあ、来たね、辛い。ああやってことは、俺はさ、あれっすね。雷の術見逃してるわ、どっか。劣雷の術は、中範囲の敵に雷ダメージ。魚とかの水生動物によく効くぜ。いやあ、これ見逃してますね。ちょっとどっかで届くかな。最初の雷の術を見逃してますね。
ないですね。妖雷か。妖雷がない。とりあえず雑誌を。雷使ってみよう。あ、雷強そうなやつ多そうなんだけど、回復やつも混じってる。うん、はい、着きました。入り口を塞いでるんですかね、兵士が。あ、いいね、セーブポイントあんじゃん。これっすね。何の用だ。お前、地元のものじゃないな、帰りなさい。この暗闇の中で熊谷入るのは危険だ。でも何か事情があるのか、人助けのため、これだ。これがヒントの、ああ、町の住民のやつがヒントになってたんだ。なんと危険も顧みず行くというのか、それならば止めはしない。気をつけておいなく。ああ、よかった。通してくれましたね。オッケーオッケーオッケー。最近川の水、傘が増えている。気をつけていくんだぞ。オッケその通り山を登る感じですね。ほい、ほい。使いましょう。1、2、3。いや、一回も倒せねえよ。きついな。いや、しかも防御を固めてきやがって。いや、うぜえ。はい、のは助かりました。コースを覚えてもいいんですか。ほい、ほい、ほい、ほい。いやー、また上げてきやがったぜ。雷使ってみるか。
だったら関係ないと思うんですよね、文字を管理。例えばこれで、ね、で、いい。スピードだと井上陽水じゃなくなっちゃう。あ、通るね。強い。いや、線か。線は強いな。意外と弱点の敵も多いのかもしれないですね。回復するやつも混じってると。じゃねえよ。状況としてはフラッシュがあと2回か。砂掛け3回や。覚えちゃおうか。私が来たね、瞬間冷却。使ってんな。覚えましょうか、ちょっと。1、2、砂掛け3回。新しいのは覚えない。全然覚えないっていう。いや、月草使ってきた。いや、うざいな、ちょっと待って、これ左の先倒さないとダメだわ。に関して不思議な理解がまだ残ってる。あ、攻撃なんだ。いいね、いいね、これいいね。
こっちに関しては残ってんのおまじないか。おまじないですね。ニアは期待していない。いや、まあ実がメインになってると思うんだよ、ニアに関して。モフおじです、ゲーム実況チャンネルへようこそ。じゃあ、早速してみましょう。プロからジョイフルや最近のゲームまで未採用やってます。攻撃系だと思うんですよ。よろしくお願いします。どうしよう。あ、相手を降臨する。いや、いいっすね、これ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。水強より霞の方がいいかな。いや、びっくりしないですからね、こっちの方がいいっすね。あ、でもここに気絶があるわ。じゃあ、これいらねえな。代わりに、あ、なんかあんの一個。これにするか。ランダムでどれかを使う。よくわかんねえ。いや、これアイテム消費タイプだと最悪なんですけど。いや、こっち進行だったか。さっきの左が宝だったとか、あれでした。お？何これ。いや、ビキニーじゃん。なんだこれ。いやいや、意味わかんねえ、意味わかんねえ。こっちだか。いや、違うな。あれ、なんか、あるんですかね。いきなりわかんねえ。変換レイって。あ、普通に凍るんだ。なるほどね。あ、いいね。全員凍った。はい、はい、はい。しかも攻撃してこないです。いいっすね。動いてねえのは、お前のことか。うん、いいっすね。凍ってる、凍ってる。この時に不思議な光を使って。よいしょ。あ、ちょっと回復してるよ。いや、うぜ。敵によって回復するんですよね。いや、この氷めちゃくちゃいいっすね。結構しかも長続きしてますね。上書き。ビュンビュンビュン。あれ、ちょっともしかしたらニアって装備してねえかな。いや、多分ここから装備してねえな。せっかく買ったのにね。装備してねえや。いやー、もう全然こういう家は違います。いやー、でも、なんか、ハズイルートあったことってことで、もう一本、もう行った方がいいっすかね、これ。通れないっすもんね。か、この上から水に入れるのか、ね、なんか行けたような感じ。あ、行けないか。いや、ないですね。ああ、調べてきた。なるほどね。流木は噛んで乗っていけそうだ。流木に乗りますか。なるほど。
ここで別のところに行くのか。変なら一方通行ですかね、これ。乗ってる間エンカウントしないっぽいですね。うん。遅っ。遅っ。どこまで行くんだ、どうしよう。あ、宝箱のとこに着きましたね。さらにもう一歩ある。しかも右行けますね。南部拳銃二つあってさらに右も行けるか。いや、鬱陶しいの気があったな。ホーラー姉妹めんどくさけよ。ホーラー姉妹安かってんな。あ、いいっすね。だいぶ通るようになった。ブロックなら全然 OK ですね。はい、よし、ナイス。完璧っすね、完璧。スキル稼ぎ。レンの稼ぎ。もうマジで熱破けないですもん。ぽい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 。ポンカラポンカラ最強。作戦にはかなり良さそうですね。ボスにはさすがに効かねえと思いますけど。こういうあれですね、あれ、電ガマ曲プーンの時の氷もめちゃくちゃ役に立ってました。あの時はボスに聞いてましたよね。ああいうタイプだったらかなりずっと使えそうっすね、これ。完全な歌舞伎タイプが生まれました。よーしよし、おまじない。終わるね。まさかミアが終わるんですけど。なら、まあ、実メインで行きましょうか。来た。輝き水は、組んでみますか。はい。浸水、あー、ここだ。来たね。浸水の場所、やっと見つけたよ。オッケーオッケーオッケー。あー、なるほどね。ここなの。いや、浸水場所覚えておきましょうか。場所は、
と知らんに、何だこれ。うん、いいね。お法事です。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動しないといかんですよね。1、2、3、4、5。いや、痛いよ、それは痛いよ。たまんねえ。いやー、もう回避しないとまずいっすよね。いや、武器が跳ねつきなのマジかわいいっす。しましょうか。こっち。うん、いいね。素晴らしい。これ覚えちゃいますね。1、2、3。新しいの来たね。催眠。うわぁ、2個終えた。いやぁ、終わったかと思ったらさらに2個かよ。まあ、そううまくいかないですか。かなり強いんだ。あ、でもこうだね。いやぁ、痛いね、これ。オンカラー、よし、オンカラー、よし、完璧、完璧ですね。で、はい、2600。いやー、しかもダメージも取るし、いいっすよね。攻撃レベル。にゃー、うん。いいよ。向こうタイプいるんですね。まあ、これ魚ですもんね。よく考えた。よし。まさか、あと、
混乱。タイミング。いや、基本的には状態異常なんだ。若草を覚えて、あと、なるほど、下のに乗ると右に行く感じか。でしょうね。あれ？こう来たことあんな。いや、ここに来るんか。さらに乗ることはできないですね。ああ、ここに来ちゃうとダメなんだ。外れると、うん、さっきのとこで下のやつに乗らねえかな。自体は正解か。あ、それか、この最初のとこ左行ったところにもあるかもしれないですね。あれ、まずこっち先行きましょうか。下ですね、これと、右に行くと思うんですよね。うん、そうですね。いや、このゲームはですね、時短の現代には本当に似てないですよね。あ、やっぱローディングですもんね。とにかく。PS2 のゲームなんで、ローディングあるゲームかなり多いと思うんですよね。多いんで、もうどうしようもできないですね。これをやってる分には。あれでしょうね。さっきと同じとこ来やがったよ。最悪だ。全部外れじゃねえけど。まあ、その回 YouTube には1日2本上げてるんで、あの、負担にはなりますけどね。レスイ、あ、来たねえんでしたね。どうしよっか。この3体狙ってっかじゃ。水は通らなかった。氷は通るんです。ポイント、ポイント、ポイント、ポイント。覚え
します。催眠術で、声が違うんですね、まさに。よし、来たね、全員凍った。オッケー、じゃあ雷対応しましょう。いやー、復活した。あー、復活するんだ、時間で、やっぱり。まあ、天外2と一緒ですね、大体。はい。やっと30になりましたね。レベル60ぐらいもいきそうっすよね、展開。ナンバリングなのね。やっぱ今半分ぐらいですね、ちょうど。そうですね、島4つ目の半分ぐらいまで来てます。で、残り、あと5個島がありますから。よし、オッケー。うん、涙もあった。回復したいっすね。回復したいな。するか。近いっす。この時点で、
29時間40分なんで、60時間はかかるでしょ、とりあえず。ここか、これですね。やっぱりあれですね、爽快感があるのはやっぱ2ですね。2はかなりの地域も街の数もいっぱいあるんですけど、ね、プレイ時間短縮してできますからね。やっぱ1回の戦闘めちゃくちゃ早いですもん。あの強みをね、完全になくしてますからね、このゲーム。だからもう 3D にしちゃダメだったんだって。3D にしちゃったのがそもそも敗因ですよ。ここはね、意識しなければ。いや、面白いですから。シナリオとまあエンタメですね。まあ、エンタメ力はね、歌舞伎伝とかに比べるとちょっと薄いですよね。歌舞伎伝と、ダイヤの屋上か、派手でしたね。あ、舞台、ダイヤの屋上か、舞台がアメリカだってのもありましたけど、だからまあ派手感はありますね。歌舞伎伝やっぱそのバランス的には歌舞伎伝が一番いいですよね。だからまあ戦闘はやっぱり2の歌が一番いいか。2が一番やっぱ爽快感が。2の、あれですね、PC エンジン版ですね。プレステ版は爽快感若干なくなると思いますね。銅像とか入りますから。じゃあ、こっちから行きましょうか。どっちかが当たりでしょう。スリップまたやっぱ右ルートに行っちゃうんで、これで行っちゃいたいですね。できれば。さあどうなる。さあどうなる。どこだこれは。いや、この辺に降りるんじゃねえのかよ。いや、さらに流れてるんですけど、マジかよこれ。わあ、外れだいやあ、まさかの左ルートで外れ引きやがって。いやあ、最悪だな、これ。左行って右なんです。
できるんで素晴らしいね。ディラモフ王子です。再生リスト等にクリアと記載されている場合は今後不定期でプレイする可能性があります。完結と記載されている場合は今後プレイする予定はありません。いやーまだまだかかりそうっすね。うん、30ですね、こっち。まあ、牛坊主とか、涙みたいに、一回全部覚えちゃうと、もうそっから気楽にできますね。術に関しては一生終わんねえと思うけど。実はそんな意識する必要ねえかな。新しいの覚えるタイプじゃないんで。ただまあ複数人が装備できるのはでかいですよ。最低の回復系をうまく引き継いでいきたいですね。あと青松かな。あとはまあレップが全体攻撃なんで、あの辺は結構役に立ちます。これでこっちっすね。いやーこれ一回外すと最初からのしんどいっすね。リレミとかねえんだよこのゲーム。リレミとかあるんだったらもう何とも言わないですけどこれで外れだったら完全にアウトですけど、そうやったら自由に移動できるタイプなんですかね。ねんだよ。いや見えないっすもん基本的には基本的にはどこも見えないっすね。連打してますね。ああこれで下に行くのか。ああはいはい、これが当たりだ。なるほどね。はいはい。でこれ出口ですかね、もしかして。いや、めちゃくちゃ近かったじゃねえか、当たり引いた。書いときましょうか。書いときましょうか。ルートは左に行って、右です。これどこ？下に回ってきたのか。なるほどね。じゃあ、この辺ぐるっと回ってみましょうか。怪しいのはこことこことここか。3箇所。これ、用事じゃねえかな、ね、いや、違うのは村がありましたね、さすが。じゃあ、ここで、黄金の竹でした。霊薬。黄金の竹から黄金の霊薬。やるぜ、仲間呼ぶタイプか。疲労ねず。
に水が通りやすいですね。魚みたいな使い方しますけど、行こう。掘りやがって、あ、回復するか、当たるか、回復だ、残念で、ね、回復っすね、不思議な光、全然ダメっすね。よし、OK。技能じゃね、涙。よし、着いた。OK。竹積み村、まああれです、マジハソソンで桃田で竹取村がありますから、そこにかけたんですか。ここは竹積みお帰り、女子直り笑顔を見つけたが、ここは竹積みお帰りよ。わざわざ振り金、ね、振り金振ってくれてる。宿はどうや。まあ確かに変なやつが多いって言ってましたもんね。なるほどね。こいつは反対から読んでも同じだから、宿代も33だった。こいつに関してやっぱそうっすね、ありがとうガリアとか言ってますもんね。弾をケツにつけ、困った。反対から読んでもな、このし、反対から読んでもシリーズばっかじゃないけ。私、油ラブ、明日は。うまく作りましたね、お買い得、くどい顔。道具いい、グッド。ありがとう、ありがとう。うん、この BGM で言われるの、マジ困りますね。黄金地区、楽に取ると肉楽チンを。まさか咲いた花は、大逆さ。この村の奴らの言葉ちょっと変だろ。実はみんな怪文で喋ってるんだ。怪文っていうのは竹やぶ焼けた。ああ、竹やぶ焼けたから取ってんだ。みたいに上から読んでも下から読んでも同じ言葉だ。試しにあんたの名前涙で怪文を作ってやろうか。はい。
涙の流す汗の顔。いや、うまいな。この一瞬で作れんのかよ。肉沸かせ、アスカなのだ、みんな。はっはっは。な、面白いぞ。聞いてくれた俺にいいことを教えてやる。村の西にある村長の家に行け、ただしもの重要なヒントを聞けるぞ。ああ、もう逆さで読まないといけないんですかね。竹林に入るんか、村長さんにもあったんか、まだな村の西だ。むやみに竹切っちゃなんねえぞ。こいつはまともな会話しましたね。コケコッコケコ。ニワトリまで逆さになっとるやんけ。竹摘みを理解し、光を見つけた。竹の白き花は切ろうし、抜けた。まあいいね。座布団一枚。金の竹、積み花ない中見つけたのんき。何を言ってんの？いや、わかんねえな。金の竹積みかないのか。金の竹積みかないな、かみつ。いや、逆から読んでも変わんないっすね。え？眺めつつ魅力、奥より三つ目かな。よくわかんねえ。いやー、ごめん、持った方がいいのかな。金の竹、踏み花、ない中、見つけたのん、この目はか、金の竹、海か、ない中に見つけたのんき。眺めつつ、魅力、奥より、つめがな。いや、これ単純にあれっすね、これ。反対から読めるように、してるから、なんか言葉が悪く、よくわかんなく見えてるだけですよ。基本的にはこの奥より三つ目ってのを調べるって流れでしょうね。いや、あんな分かりづらいの、座布団一枚あげれないっすね。とてもじゃねえけど。じゃあ行きましょう。いや、暗くて見えねえな。奥より三つ目です。竹の、何これ何に使う？あれかな？何回かパイクできるやつか。なんか似たようなあったよね、カッキで。いや、違うな。これだ。銃だ。奥より三つ目って言ったらこれですけど。さすがに違ったか。ただ、ここではないっすね。なんか出てきた。こら、何やっとるか、出てけー！怒られた。当たり引けなかった。しかも街から追い出されて。だが、もう一回行くぜ。そんなの関係。使いは元に戻ってんじゃん。いや、どっかが当たりなんでしょうけど、全部奥から3番目ってのをやってみりゃいいんですか、ね。
これ言うと、1,2,3 なんでこれですよね。しっか。ああ、で、もう一回調べねえとダメなのか。あと、こっちもあるんで。あ、ここは宝がないですね。ここ怪しいですね。じゃあ、これ行ってみましょうか。終了。来た！来た、ビンゴ。涙、黄金地区の雫を手に入れると。切り口が黄金色に輝いている。もう切る必要ない。うん、じゃあちょっとあれですね。この辺の、あれのエリアをちょっと探索しましょうか。おそらく1個ぐらいはいおりがあると思うんですね。なんか変なのできたな。なんだこいつ。ワイラ。通れば問題ない。通れば問題で。いやー、助かった。寝かし。寝ろ。よし、完璧。剣の最強ですね。どんから。系でもか、うん、からくり系でもないですけど。よし。行くにゃ。いや、人もいたっけよ。睡眠と氷最強。倒した。4000か。しょぼいっすね。しょぼい。割りが合わねえよ、4000じゃ。実数、なんだ。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch。アーカイブにはモフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。
ね、一戦が長い敵が多くてしんどいっすね。本当にやって長いっすからね。完璧。左と南っすね。あった。乱っていう字は秩序がなくなるって意味だ。でも秩序ってなんだ。自分の思い通りに相手が動いてくれる。それが秩序なのか。だとしたら俺は嫌だ。みんなもっと乱に生きようぜ。本能に従った方がうまくいくと思う。あれっすかね。混乱タイプですか。涙、乱牛の巻物を手に入れた。そうです。乱牛は敵全体を混乱状態にさせる。つまり何をするかわからん。狂気が一回りしてちゃんとお前さんたちに攻撃してくる時もある。だからってがっかりすんねん。それこそが乱。使わないと思いますけど、あれっすね、2にもあったかな、乱流なんですよ。どうにかしちゃえば。ダメージが気にしなくて済む。よし、完璧。いや、呼ぶんじゃねえ。しかも、馬を呼びやがった。うぜえ。もう、馬、いや、ちょっと待って、元に戻ってんじゃん、数が。嫌がらせだよ、これ。
よし。勝った。うぜえ、2体出てくんじゃねえよこいつ。よし、あ、通った。いいね。さあ通る。よくわかんねえ。強えなこいつ。もうでかいのさっき殺さないと、前立っても終わんないんで。倒せ。よし、オッケー。もうちょいっすね。これでゲッサーを覚えるんで、まあ、あとは、バックスで節約していくか。石坊ズミーだ。さすがに1個しかねえかな。よし、完璧。木王子です。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動しないといかんですよね。よし、オッケー。うん、
よし。あった。ちょっと村があったよ。うわぁ、村がもう一個あったよ。まさか、二つあるとは思わなかったな。八代村。まあ確かにこの名前は出てたね。八代村で今真っ暗で漁もできやしない。暗くて落ち着きやめるよ。よし、金貯まったんで、涙の武器を買ってあげたいっすよね。熊本に売ってましたよね、確か。出たらこれ買っちゃえばいいんですけど。いや、しめのお土産か。お土産なの。武器を。あ、売ってんじゃん。これっすね、まず。よし、買っちゃいましょう。あとは、いらねえかな、これっすね。単純に上がるんで買います。石竹積村の連中が竹積見つけたって俺に言うんだよ。竹積村住んでて竹積見つけたって何なんだの連中。反対から読んでみろ。ああ、そっか。あとこれなのか。いや、足りてねえな。足りてないっすね。うわ、まあ、いっか。あんだけやって足りねえとか。いや、あれっすね。分解を気にしなければガンガン売ってるんですけどね。分解仕様のおかげで売れてねえんだよ。暗くて商品がろくに見えねえよ。おっと、なんかあるね。俺、武器か。俺、装備する仲間いるってことか。ハンマー。イラスト見りゃ。またうちの亭主来たら昼間からゴロゴロしてばっかり。寮に出られないんだったらちょっと家のこと手伝ってくれたらいい。うるせえな、こんなに暗くちゃ仕事どころじゃねえよ。この村の北に竹積村っていう竹やぶに囲まれた村があるんだけど。この住人が変な人ばっかりで何言ってるのか全然わからないの。いや、カッコで、あれっすね。ちゃんと読みがなす、言ってるじゃないですか。それを見ればわかりますよね。もっと、こんなとこにありますね。ぜひ乗りたいのかい、乗せてやりたいのはやめようだけどね。
こんな天気じゃうかわけ船を出すにはいかない。おっちゃんもがっかりさ。おテント様がパート出たら薩摩の吹き上げはまで来た。これ次だ。薩摩。はい。次は薩摩ですね。まあ、やっぱ鹿児島の方ってこといいんですかね。薩摩自体は有名です。どの位置かはちょっとわかんないですけど。関東出身なのに、関東から出てないんです。関東から全く出てないんです。旅行とかしたことあるんですけど、九州はね、旅行したことないんですよね、唯一。まあ、モスさんがいるから旅行できないですけどね。暗いのもいいんじゃない？だって勉強しろって言われないもん。ゴロゴロ。うちのおじいちゃん、ずっと川にいるのよ。みんな変だ変だって言うけど、おじいちゃんとっても面白いのよ。昔は国中一番で、お笑い芸人だったって。お笑い芸人、存在するのかよ、この芸。どんちこい！はい。最近なんだかな、汚れたぞとか増えたは思わないか。万年。きっと最近で失敗したんだよ。かわいそうだよ。ゾウとか人間が作ったものにはちゃんと命があるらしいのによ。昔、竹積村で、霊薬が取れたそうじゃ。その霊薬が人間を元に戻す力があるとか。霊薬の名はもう忘れしまった。子供の頃ばあさんから聞いた話。大事です。持ってます。名前が雫だったって、それが霊薬かどうか知らないですけど。中洲にいるじいちゃん危ないから家に入ってなって言ってるのに、こんなに暮らしいつ雷落ちてくるかもわからないんです。これですかね。悲しいの、この暗闇に人々は笑いをなくしてしもうた。早くこの闇が晴れんかの。だからわかんない。力のもとだ。オッケー。じゃあ、涙ですけど。涙。涙。これで終わりかなかな、なっちゃう。モクさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、アーカイブや動画は YouTube、OK、じゃあ熊本町モクさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。熊本町。かけるだけでいいのかな。やでや。石になった継ぎ目は黄金地下の雫を使いますか。使う。カラリンがかけた。おお、戻った。オッケー。つぐみ殿。つぐみ殿。
ントが助けてくれたのか。そうか、ありがとう。油断しちまったよ。握ってやつを探ってたらこのざまさ。なんと、そなたも握のところへ。実は我々も一葉殿が握にさらわれてしもうたんじゃ。え、ったく、あんたらがついてて何してたんだよ。いやもう姉さんもついてきてくれよ。もうすまん、別行動になっちゃうからダメです。敵は雷城にありにゃ。助けよう。遠からり。もう来るかな。涙、またおかしなのが仲間になったね。ニア殿とトンカラリン殿じゃ。トンカラリン殿、なかなか頼りになり申す。猫とあれさ、埴輪ですから。さあ行くにゃ。ちょっと待ちな、雷城に攻め込むにはあの雷鉄岩をなんとかしなきゃね。そうだね、あの岩は強力な雷を帯びていて、つぐみさんは銃を撃てるんで、あの豪弓の剣どうにかなるんですかね。かつて豪級弓張り月を操り、一夜で巨岩を砕いたって男がいるんだ。誰だそれは。そいつを探ってたら二義の雷にやられちまったのさ。涙、弓張り月は熊本の城主が持ってるよ。アメトモ様っすね。城主に会えばその弓を引く男のことがわかるよ。待て、つぐみ殿、そなたの目的は何なのだ。なぜあちこち調べ回っておるのじゃ。そんなことどうだっていいだろ。今は一葉を助けるんだろ。いやー、まだ未だに謎めいてます。さあ涙、熊本城へ行くよ。素顔を晒す時が来るんですか。レベル30、入れ替えましょうか。どうしましょうかね。トンカラリンととりあえず変えてみますか。盗む、乱れ打ち。ああ、でも攻撃多いですね。これだったら、牛モードの代わりにもなるっちゃなるか。術もいけますもんね。ちょっと待ってね。じゃあ、ミアの外すで、これとこれを外して、ワカップだ。ネットは覚えてるからいいのか。まさかの最初から覚えてます、ね。じゃあ、この状態で熊松城行きましょう。ああ、こっちだね。こっちだね。よし、来た。もう、すってエリアチェンジしていやがって。帰れ帰れ。どこの馬と骨ともわからんやつ、城内入れるわけにいかん。ダメじゃん。ちょっと待ってて。これを。お？それは。ただいま買い物いたします。もしかして身分がいい人なんですかね、つぐみ。行きましょう。つぐみ殿、お主は一体何者なのじゃ。これから旅を共にするのだ。少しくらい話してくれてもよかろう。
私は将軍の命を受けてこのつくすに来た。幕府の隠密だよ。ほうほう、将軍ね。はいはい、江戸ですかね。幕府の隠密。なんと、いろいろ調べることがあってね。まあそれが私の仕事。さあおしゃべりはおしまいだよ。行くよ。だから入れたのか、将軍系だと。どうぞ奥へ。殿が天守閣でお待ちですじゃあこんなとこ通れないっすね。遺品雷怖いよ。今我々は北西の城へ攻め込むための準備をしているところです。この知らぬ大江と雷雲は北西にある城から生まれている。あの城さえ壊せれば。いや、ちょっと城の中入るまで広くねえか殿様どんどん痩せてるんだ。空は暗いと気持ちまで沈んじゃうよ。この先は天守閣です。殿の前ではくれぐれも失礼ないようにお願いしますよ。お殿様最近元気がないんだ。この天守閣も雷被害を受けています。どうしたらいいんだ。空は暗いけど元気出して頑張ろうね。ポジティブですね。こんな時、為朝様がいてくださったらきっと殿のお力になってくださる。しかし、皮肉なことに為朝様はこの国から追放してしまったのかなと思います。ああ、そうなんだ。いや、どうすりゃいいんでしょうね、じゃあ。百名が。この地は今まで平和な時代が続いていました。そのため兵士たちは戦に慣れておりません。このまま魔物と戦ったらおそらく我が軍は壊滅的な被害を。うん。だろう。嫌だよ。死ぬのは嫌だよ。殺すのはもっと嫌だよ。仕事がなくて仕方なく兵士になったんだ。結婚したばっかりだし、戦争なんて嫌だよ。かわいそうだね。暗いのをよく見えん。これじゃ毛の研究ができん。毛研究家。そんなの存在すんのか。なんだよ、毛の研究って。すでに毛がねえじゃねえか。おふおじです。寒い日は湯豆腐食べたりしっかり風呂に入って温まりましょう。今回の件で一番心痛めておられるのはおそらく、私はもふさんには温めてもらっていますけどね。伝語。自身だと思います。ですから、涙さん、どうか、お力になってください。からいっぱいありますね。プルプルした鎧。ねえだろ、さすがに。うわあ、ちょっと待って、全然装備してないですね。いやあ、ひどいなー、ひどいですね、装備。だから、松組はね、仲間外れる可能性あるんで、外に出れるまではとりあえずこのままにしておきます。武器と一言言ってもいろいろあるが、刀打ち。特に私の持っている刀は本当に素晴らしいのだ。2000両。曲がってるだっか。俺、母ちゃんを魔物に殺されたんだ。だからこうして武士になった。よし、戦争だ。確保しやがれ。庇護も少し。もう底力を見せてやる。なんだ、庇護も押すって。あなたが涙さんですね。殿はこの上の階にいらっしゃいます。最近、ろくにお食事を取らずに悩んでおられる様子。心配です。
なんだか外は魔物で物騒ですね。お守りいくつあっても足りませんよ。無理。もっと集めなきゃよ。お守り師匠様ならもっとたくさん持ってるんでしょ。これはなんかお守りあげろってことですかね、無理。モリコ専用の部屋ですもんね。謎ですね、そこ。さあ、着きました。もともと 2D の場合は、あの部屋、広さの部屋ではあんまそこまで気にしなかったんですけどね。ああ、来た、第3個。3D になったら無駄に広く感じるんで、ね、違和感がありますよね。モリコ専用の部屋ですもんね。技能のインカ。参加見てみましょうか。黄金魚の捕まえ方。で、9巻を読めと。でしょうね。まあ、足元兄弟が絡んでるんで、こういういやらしいやり方なんですね。つぐみではないか。今日は一体何用じゃ。お願いがあってまいりました。弓張り月を貸していただきたい。弓張り月。しかしあれを使えるのはためともだけじゃ。まさか。タメトムが生きておるのか。さて、弓張り月は鬼ヶ島から送りつけられてきたのじゃ。うん。鬼族の名でな。詳しくお聞かせいただけますか。もう10年以上も前のことだ。タメトムは我が娘知らぬい姫を妻にしたいと申し出てきた。しかし認めるわけにはいかぬ。あやつは中央から来た人間。中央ってのは本州のことを言ってる。さまざまな難題を与えて知らぬいのことを諦めさせようとした。しかし為朝は諦めなかった。そしてわしは嘘をついた。知らぬいは鬼にさらわれた。諦めろと。いくらためともでも鬼と聞けば諦めるに違いないと。だがためともは単身鬼ヶ島へと渡ったのだ。なんということじゃ。おそらくためともは鬼どもに殺されたのじゃろう。なるほどね。そして我が娘知らぬいはためともを追って、海へ身を投げた。わかりました。しかし確かめたいことがあります。弓張り月をお貸しいただきたい。そうか。ではこれを。あ、貸してくれるんだ。あ、上司の紹介状。これを持って北東の八幡の社に行かれる。なるほど。弓張り月はそこに収めてある。途中菊池谷の門番にも見せるわよ。通してくれるだろう。うん、ありがとうございます。涙、弓張り月を持って鬼ヶ島へ渡れ。結局鬼ヶ島に行くの。なるほどね。結構いろいろ遠回りしてくる感じになりそうですね。とりあえず3時間出しそうなんで、今回はここまでにしようかなと思ってます。ちょっととりあえずセーブして終わります。次回その八幡の社ですね。塔にある八幡の社に行って、このまま、鬼ヶ島に行って流れるの。どうやって行くのかわかんないですけどね。行くんだったら、ホテイマルの船じゃないと多分行けねえと思うんだよな。
テーマにどうにかしてもらうしかないです。いや、外出るまでかなり距離があるんですね。もう無駄に広く作りすぎなの。なんでこんな迷路みたいに作ったんだろう。いや、わかりづらいっすね、これ。どう行きゃいいんだよ、これ。こっちでいいんですかね。あれ、なんか全然違うとこ来たな。だからあるね。こういうことはあんまり色つくなよ。いただいていますけど、しっかり。雷神のオフ。いや、いいっすね。三つもあんじゃん。最高の杖。来た。最高の杖。真珠。杖なんて攻撃できるやついないっすけどね。ニアですかね。いや、違いますよ。ああ、ミアだ。しかも、鑑定しないとダメっす。鑑定屋がいねえわ、そもそも。楽一楽座。機能してないっすから。こうか。鬼ヶ島5つ目の島ってことでいいんですかね、とりあえず。見ないとわかんないっすよ、ね。でもなんか島じゃない気がしますよね。本当になんか鬼ヶ島なんで、鬼の口の中に入って、で、そこがダンジョンみたいになってるっていう感じですかね。もしくは、ダンジョンもしくはマッチみたいな感じ。楽しみですよね。戦闘はしてないんで、っていうだけでいいですね。うん。OK。では、今回はここまでにしたいと思います。次回もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。